ライアン・リンドリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の下、アメリカンフットボール選手、カナディアンフットボール選手、現在 NFL のクリーブランド・ブラウンズの QB コーチを担当している。高校時代は、アメリカンフットボールの他に、野球もしていた。3年時には3521ヤードを獲得、35タッチダウンを上げた。サンディエゴ州立大学に入学した。 彼は2008年に11試合で先発し、パス427回中242回成功、2653ヤードを獲得、16タッチダウン、9インターセプトを挙げた。2009年には12試合で先発し、パス437回中239回成功、3054ヤードを獲得、23タッチダウン、16インターセプトを挙げた。 2010年には、パス421回中243回成功、3830ヤードを獲得、28タッチダウン、14インターセプトを挙げた。この年、チームは1998年のラスベガスボール、以来のボールゲーム出場となる、ポインセチアボールに出場し、パス23回中18回成功、276ヤードを、 獲得にタッチダウンを上げる活躍を見せて35から14で海軍兵学校を破った。2012年の NFL ドラフト6巡でアリゾナカージナルスに指名されて入団した。プレシーズン第1週の試合では先発 q b 争いをするケビン・コレブ、ジョン・スケルトンに引けを取らないプレーを見せた。またプレシーズン第4週のデンバーブロンコス戦では マイケル・フロイドへの22ヤードの TD パスを決めた。11月18日、第11週のアトランタ・ファルコンズ戦で、不調のジョン・スケルトンに代わって、試合途中から起用されたが、パス20回中9回成功、64ヤード、1ファンブルロストに終わった。第12週のセントルイスラムズ戦で、初先発して312ヤードを投げた4、インターセプトを起死した。 第13週のニューヨークジェッツ戦ではパス31回中10回成功72ヤード1インターセプトと散々な成績でチームは6から7で敗れた第14週のシアトルシーホークス戦ではスケルトンに代わって途中出場しパス17回中八回成功59ヤードに終わった第15週のデトロイトライオンズ戦でもパス21回中14回成功 104ヤード、1インターセプトと結果を出せなかったが、ビーニー・ウェルズの 3TD を上げる活躍で9、連敗中だったチームは勝利、先発初勝利を飾った。第16週のシカゴ・ベアーズ戦では、第3球に、チャールズ・ティルマンにインターセプトされたプレーを最後に、ブライアン・ホイヤーと途中交代させられ、パス30回中17回成功、141ヤード、1インターセプトに終わった。 2014年、ASQB カーソン・パーマー、第 2QB ドリュース・タントンが共に負傷したため、起用されたが、第16週までに NFL ワーストとなる225回のパスを投げて、TD パスなしの NFL 記録を作った。第17週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦の第19に、フリーフリッカーから、プロ初 TD パスをマイケル・フロイドへ決めた。 プレーオフ1回戦のカロライナ・パンサーズ戦でも先発し、パス28回中16回成功、82ヤード、1td、2int、q b レーティング44.3の成績で、チームは16から27で敗れた。カージナルスはこの試合のトータルオフェンスで77ヤードに終わったが、これは NFL のプレーオフ史上最小の記録であった。年月日、 ニューイングランドペイトリオッツと契約を結んだ。プレシーズン最終戦後の9月5日にペイトリオッツから解雇された。2015年12月29日、インディアナポリスコルツと契約、テネシータイタンズとのシーズン最終戦にジョシュ・フリーマンと併用され、パス10回中6回成功、58ヤード、1TD を記録、チームは30から24で勝利した。 その後、1年以上、プロフットボールチームでプレーしていなかったが、2017年2月2日、カナディアンフットボールリーグのオターレットブラックスと契約を結んだ。エース QB のトレバー・ハリス、非え QB のドリュー・テートが負傷したため、9月22日の CFL 開幕戦に先発出場、パス36回中16回成功、151ヤード、 1>, 1インターセプトの成績でチームは9から29で、ウィニペグブルーボマーズに敗れた。サスカチュアン・ラフライダーズ戦でもパス31回中17回成功、161ヤード、1td、1int の成績に止まり、2018年3月6日、レッドブラックスから解雇された。 サンディエゴ州立大学のアシスタントコーチを2017年から2018年10月31日まで務めた。2018年10月31日、クリーブランドブラウンズの RB コーチに就任。2019年1月14日、ブラウンズの QB コーチに就任した。強権の持ち主である。ニューヨークタイムズのマット・オルドマン記者からは、2012年ドラフト指名候補中。 アンドリュー・ラック、ロバート・グリフィン3世、ライアン・タネヒル、ラッセル・ウィルソンに次ぐ5番目の QB であると評価された。ありがとうございます。